島豆腐にスクガラスを乗せた、スクガラス豆腐。スクガラスは、沖縄県の塩辛。愛護の稚魚を原料とする。沖縄の方言でスクは、愛護の稚魚。カラスは塩辛を意味する。旧暦の6月1日の大潮の日には、能と呼ばれる、珊瑚礁内の遠浅の海に、愛護の稚魚が大群を成して寄ってくるので、沖縄県では、伝統的にこれを取って、スクガラスが作られてきた。 この時期の稚魚は不過後1ヶ月ほど経って体長が3センチメートルになっており骨がまだ柔らかく匂いの原因となる海藻をまだ食べていないため特にスクガラスの原料として適している漁獲後すぐに体温が上昇するため朝のうちにとって加工されていたが近年では収穫期間の長いフィリピンなどからの輸入品が加工原料の90%を占めている アイゴの稚魚は、濃度24%の食塩水で3回、洗浄して、粘液などを除く。ザルで十分に水を切り、形の悪いものや骨が硬い体長 4cm 以上のものを除去する。続いて、原料 1kg に対して 500g の比率で、食塩を加え、十分に混ぜてすり込む。これを5摂氏8度に保たれた貯蔵庫で、約3ヶ月かけて熟成させる。 一ヶ月ほど経過すると、塩辛得有の匂いが生じるが、外見は銀色のままである。三ヶ月経った頃に茶褐色を示したら、完成と判断し、瓶詰めして、つけ汁を注ぎ、泡盛りに漬けた唐辛子を加えて密封される。つけ汁は熟成した菜の上積みにあたる薄や飴色のものを用いる場合と、濃度20%の食塩水を用いる場合があり。 後者は独特の風味が抑制される。島豆腐にのせ、スクガラス豆腐として食べるのが最も一般的である。また、軽く水薦して、レモンの汁をかけて食べたり、漬け汁をチャンプルーや煮物の調味料として用いることもある。ありがとうございます。